こんにちは、オオカミ子です。日本オオカミです。生まれてからずっと山奥で暮らしていたんだけど、最近ボイボ寮に引っ越したよ。寮のみんなはいい人ばかりで、ミコにとっても優しいよ。ただ一人を除いて、ミコさん、またやりやがったわね。うわ、来たよ、意地悪ババア。うんちはちゃんとトイレでしなさいと何度も言ってるでしょ。キッチンカウンターの上にするなんて人間社会ではありえません。いい加減になさい。うー、だっておトイレでするの難しいんだもん。昨日も教えたでしょ。学習する気がないから覚えられないんです。イエーン、ミコは一生懸命やってるよ。ミコは頑張ってるよ。泣いても許しません。さあ今すぐにこのうんちを片付けなさい。嫌だよ、うんち汚いよ、触りたくないよ。自分のうんちでしょ、いいこと。トイレでできないんだったらおむつを履きなさい。そして毎回自分で洗うなり捨てるなりしなさい。イエーン、おむつはやだよ。おむつにうんちするとお尻が気持ち悪いよ。だったらトイレの使い方を覚えなさい。いいこと。次にトイレ以外でうんちをしたらケツバット100回ですわよ。うわーん、メタンちゃんがいじめるよ。いじめではなくしつけです。シクシク、ミコまだ小さいのに。もうこんなところやだよ、お山に帰りたいよ。ママママ。you